柏崎刈羽原発の再稼働の焦点となっている地元の同意。柏崎市の桜井市長がその判断を花角知事に迫る場面が目立っています。花角知事は県民の信を問うと繰り返し、2人の主張は平行線をたどっています。そして残念ながら今年8月、桜井市長は柏崎刈羽原発の再稼働を容認しました。東京電力ホールディングス株式会社から再稼働の要請がなされた折には、その要請に応えられる段階に至った。万歳。今月の市長選で3回目の当選を果たすと、民意を背景に強気の姿勢が目立つようになりました。地球温暖化、気候変動を防ぐという意味でも再稼働は意義があるというふうに申し上げてまいりましたし、あとは、知事、花角知事のご決断だということになるわけでございますけれども。一方、花角知事は判断のタイミングに至っていないとの立場です。再稼働の是非を判断する材料と位置づける県の技術委員会は結論を出していません。さらに今月、国のデータを活用して原発事故が起きた時の被爆シミュレーションを実施すると表明しました。過酷事故が起きた時の被害想定のシミュレーションといった部分も今さらに、さて何だろうという部分もあります。県民の信を問う手法を明かさない知事に口調を強めます。もうすでに全問答を繰り返す時期ではないと。一連の発言について記者から問われた花角知事は、桜井市長さんのご発言、詳細を承知しておりませんので特にコメントすることはありません。桜井市長さんのおっしゃった状況というのは承知しておりませんので。先週、出雲崎町で開かれた知事と市町村長の懇談会、2人が顔を合わせましたが、率直な意見交換をうたう会合は非公開でした。終了後、報道陣の前に並んだ出席者の中に桜井市長の姿はありませんでした。去り際に市長が配った1枚の紙、信を問う具体的な方法をお示しいただきたい、知事に伝えたことが書かれていました。県のこれまでの、議論の進め方をお話しただけです。それについては何かやり取り？いや、それはないです。二人のすれ違いが解消する時は来るのか。再稼働をめぐる自治体トップの判断に注目です。